はい、おはようございます。こちら、こんばんは。レオジンと申します。リスナーさんからいただいたリクエストやっていく企画、やっぱりお前は俺縛ります。やっぱり俺はってどういうことなんだろうね。はい、ブラックマーケットが出てくる近接武器使ってほしいシリーズ、スカルスプリッター、これが最後になるのかな。ナックルダスターはもう以前出したので、まあ見なくても結構なんじゃないかなと思って、あれから月日が経ち、出ました。どんな感じでしょう。どういうモーションこれ、ちょっといまいちよくわかんないですけど、まあなんか振り回してんのかな。うん、まあこういう風に使うみたいです。火の玉出ないだそうですけども。さてと、ここのマップの近接はどうする。やるとしたらこうか。やるとしたらそうなんだけど、まあできたら苦労しないよな。どうやっていくこれ。いるわな、あれか。いや違った。いやーマジでサイコシスも動き増えましたね。バリエーション全く見えなくなっちゃったよ。さあ敵の UAV が出てきたが、俺はゴーストなんであまり関係はない。 OK、 すごい音だ。なんか爆発したような音したね。 OK、 こんな音するんですね。あれ初めて知りましたが、あーこれ後ろを見てくれなかったんやけどね。 OK、 さあ後ろからサクサクっといきたいですね。まあ無理でしょうけど、すごい音だな。これ鈍器なんだね。いるいるいる、チラチラ、バレた。クロンか、バレないで。あざす。あぶね。逃げよう。よし、味方。頑張って。俺ら逃げるぜ。頼む。味方に任せるっていうね。ナイス味方。素晴らしい。お前を信じていたぜ、俺は。さあ、走り回ってること、結構かなり時間かかってますが、突っ込んでくると見た。オッケー。さあ、UAV オンライン。さあ、突っ込んでくるかな。意外とバレないみたいですね。お前だろ、分かってる。お前だろ、よっしゃ、見えてるんだよな。そう、サイコシスも強いんでね、そう、ちゃんと見分けつかないとダメですからね。ドンキ強え。まあ、ワンパンなのは当たり前なんですけど。OK。今、後ろに足跡が残ってないのか。ヘルソム。間に合うか、これ。ここらへん。まあ、1キルしょっぱい。といったところか。よし、オッケー。シェルター脇かな。飛んでましたね。ファックだな。自分で食らっちゃった。おー、ナイスよ、味方。ドンキくそ。中途半端な。何かくれ、踏み込み算をくれ、踏み込み算を。ロックマイエグゼのブルースの踏み込み算をくれ。さあ、これどういこうか。いや裏湧きやな。多分ジャンプしてくるんじゃないかなって思ってんだよね。あ、部屋の中入っちゃったわ。部屋の中入ったんだったらもう話別やな。あ、バレてる。と思ったらもう一体いたのね。もう一体いたのやったら無理かな。さあ、背部仕掛けられてる間に俺が走っていき、まあそれは当てに行くけど、あ、バレてる。バレてる。いや、なんとかかね、なんかなんとなくこうかわせへんかななんて思ってたけど、無理だね。いないか、そこ。よし、おっと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 、どっちが、どれがどれだ。ふん、ナイス、スラッシュ&バーン。なんか知らんけど武器が変わった。かっけえ、こっちの方がかっけえじゃん。さあ、急遽フラッシュ、スラッシュ&バーンを手に入れちゃう、俺ですけども、まあドンキからただ殺意力の変わった斧に変わっただけであって、あんまり効果ないのでは。くる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 、かっけー。マイケル・マイヤー思い出すわ、ゴーストの。あれ確かナイフでしたけどね。いるな。バレてたね、バレてましたね。
さあ、このアクティブカモンをいつどこで使うかが今回の鍵になりそうですね。広いマップなんでね、やっぱりここは大事に使っていきたいとこなんですけどね。足音、足音。OK。相手が低感度で助かった。それからリロード中だったかな。怖いですね。フラッシュバン当てときましょうか。コンカッションですね。後ろでしたね。これ、近接使うとマジで集中しちゃうな。無理じゃん。いやー、無理無理。バレた。OK! スライディングの近接強くねえか。うん、あれが踏み込み剤になるのか。スライディング切りみたいな。ネーミングセンスゼロやない。な。OK。裏からフッフッ。失礼します。これがやっぱブラストサプレッサーの強みですよね。あ、死んだ敵。俺使った意味ねえじゃん。バン。いや、透明化はね、面白いですよ。ヒートウェーブの方がもっとね、実用的だと思うんですけどね。やっぱり敵の攻撃を欺くにはこいつが一番だぜ。コンカッション。フラッシュバンとコンカッション、マジで間違いな。行きたくねえけどな。ここでしょ。待つとしたら。こっちから来そう。いや、でもこっちから来そうだな。来ねえか。こういう時意外と来てくんないもんだよね。さあ、裏から行って、足、多分これはバレてないね。これはこの感じバレてない。こっちか。見えるぞ、お前の跡が。お前が確実に踏んできたその大地の跡が見える！お前だ！よし。飛んでる。マジかよ！ 終わってたよ。力尽きてたし、みたいな。なんか俺、火の玉とか出たら面白いなと思ったんですけど、クローンだろ？飛んでるな、あいつだろ。あ、瞬殺。オッツ。瞬殺オッツ。いるな、いるな。捕らえるか。捕らえきれてないんだよ。捉えきれてないんだけど、悲しいな、もう本当。ということで、100対75で 勝利することができました。広いマップ、しんどいですね。まあ、こんな武器もあるんだなって感じですね。よし。ということで、ご視聴お疲れ様でした。Twitter や動画コメント欄にてね、皆さんからいただいたリクエストを募集しております。もしよかったらね、コメントしていってください。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。